ドラゴンキット、ドラゴンキット、1976年2月2日体は、日本の覆面レスラー。本名は、非公開であるが、デビュー以前の過去の経歴は公開しており、正体は元、FMW のレフェリーの中村新郎、中村信義。1994年4月10日、ジャビー、東海プロレスで、中村新郎として、アマチュアデビュー。しかし、 デビュー直後に、ジャビー、東海プロレスを退団した後に、FMW に入団して、レフェリーを務めていた。しかし、プロレスラーになる夢を捨てきれず、当園の荒崎人生の紹介でウルティモドラゴンが、設立した、東流門の一期生として、メキシコへ渡り、ウルティモから後継者に指名されて、マスクを授かる。1997年11月14日、ドラゴンキットとして、 CMLL でプロデビュー。2004年には東流門最強決定戦 L ヌメロウノで優勝を果たした。当初は正規軍。2002年からは新 M に K、2004年からはドゥフィクサーに所属している。ドラゴンゲートの花形選手で観客の女性陣からのイエローボイスは他の選手に比べて圧倒的であり、看板を背負う者として人気は高いものの常に、 ユニットの二番手に位置づけられていたことも、相まて結果を出しながらも、団体の中心になかなか定着できないためか、マグナム、東京やドイ刺激などから、たびたび知っされることもあった。2007年になると、ドイツのウエストサイド、エクストリームレスリングのライト級の王座である、WXW 世界ライト級王座を、エッセンの地にて獲得。これを、そのまま持ち帰ったことでこの王座に、 史上初めての欧州外への流出という事態を起こすも、おおよそ2ヶ月が保持期間を経て、千葉で PAC に奪われ陥落。それから間もなくして、急性中水炎で緊急入院。その間にルーフィクサーは解散し、2007年からは、台風運として活動していたが、2008年12月28日の、福岡国際センターのワールドマイナス1、リアル。 ハザードと、敗者ユニット解散サバイバル6人、タック3ウェイマッチで敗北したためタイフーンは解散した。その後、神風の一員として活動。シーマたちの勧誘を受けて2010年1月に、ボリアーズ並びに、ベテラン軍に加入。その後、ドイシゲキ率いるドイ軍と結託し、ブラッドボリアーズに加入するも、もちづき茂木に対抗するシーマの、 シフトチェンジについていけず、ブラッドウォリアーズから追放される。ジャンクション3へ加入直後に行われた2011年6月の博多スターレーンに連戦の2日目、19日に斉藤亮、堀口元気組の持つオープンザツインゲート、統一タック王座に、PAC とのタックで挑戦。試合はキットが堀口に勝利し、王座対官。2012年5月6日、 愛知大会、リコシェから、オープンザブレイブゲート王座をダッシュし、その後スペルシーサー、リコシェ、マサムネ、エータ、シャチホコボーイ、ジミー・カゲトラ、ミスター・キューキュー、トヨナカドルフィン、ハブ、クジーを相手に、K 級度防衛した。2013年5月5日の愛知大会で、吉野正人に敗れて、王座を失ったが、8月には、K、 ネスもチズキ・シゲアキとのタックでトライアングルゲートをダッシュ。さらにケーネスとのタックでツインゲートもダッシュし二冠王となった。しかし膝の故障が悪化し、欠場、王座も返上となった。11月の復帰戦は暫定王者のティーホーク、エータグミとのツインゲート王座決定戦であったが、敗北し、王座奪還はならなかった。 2014年5月の山梨大会では、大根田厚、田中正人と、元、FMW タッグを組み、高木慎吾、吉野正人、戸沢明との6人タッグマッチを戦った。その後、餅月茂明と BXB ハルクとジア、ハーツを結成。年末の福岡大会で、トライアングルゲート王者となった。2016年11月3日、大阪府立体育会館にて、 自民進む、自民影虎組を破り、シーマと共に、第40代のツインゲート王者となった。また、この年、オーバージェネレーションに加入した頃、エータが弟子入り、秋には、指定コンビで、タックリーグを制覇した。2018年8月19日福岡、博多スター連大会において、土井刺激の発言により、勘違いをし、その後、自称、マキシメムとして、 石田返しと共に、マキシュメムに近づく。以後、キッドのマキシュメムとの掛け合いは、キッド劇場と名付けられ、ゆるいマイクを繰り広げる。しかし、メンバーからの反対を受け正式な加入は認められて、いなかったが、10月7日、福岡、博多スターレーン大会において晴れて、正式加入が認められ、石田と共に、新メンバーとなった。11月、かつての弟子であるエタと、 12月の福岡国際センター大会にて、マスカラコントラカベジェラによる完全決着戦が決定。ウルティモドラゴン、ハヤブサ、デイミステリオジュニアラの技を受け継いでいる。人間にとは思えないほどの空中儀は国内だけでなく、世界からも高い評価を受けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。